どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 ANA が加盟しているスターアライアンスがですね、ラウンジ利用基準を変更っていうのをですね発表しましたので、こちらの解説とですね、セブンイレブンでボーナスマイルキャンペーンっていうのが来ておりますので、こちらの解説ねやっていきたいというふうに思います。こちらのラウンジ利用基準の話はですね、以前ね生放送でも軽く触れていてですね、2021年の1月ぐらいだったと思うんですけども、スターアライアンスからね発表がありまして、その時にですね ANA に確認した時はですね対応なしという話だったんですけども、3月4日にですねラウンジ利用基準のね正式な発表があったっていった感じになっております。でですね、今回の解約についてはですね、先にね言っておきますけども、ほとんどの人にですねそこまでね影響ないと思いますので、一応ね知っておいた方がいいのかなというふうに思っておりますので、今回ねやっていきたいというふうに思います。それではですね、発表された内容についてなんですけども、2020年3月現在ですね、 ANA ダイヤモンドプラチナ SFC の方はですね、スターアライアンスゴールド会員ということで、スターアライアンスの航空ラウンジに1名同伴でね利用できる特典があるわけなんですけども、本会員の方と同日中のね出発便であればですね利用することができたわけなんですけども、この特典がですね2021年の5月3日よりですね利用条件が厳しくなるっていう風になりまして、同伴者がラウンジ利用できるのはですね本会員と同一の運航便利用者しかですね利用することができなくなるっていった感じになるんですよね。そこまでね影響大っていうことはねないかなという風に思うわけなんですけども、会社の出張で2人で別々の行く場合の時なんかにはですね、1人の方がステータス保有していたらですね、片方の方がステータスね保有していなくてもですね利用することがね今まではできたわけなんですけども、2021年の5月3日よりですね利用できなくなるっていう風になっております。ラウンジでね打ち合わせとかね利用されている方ね、もしかしたらいらっしゃるかなというふうに思うわけなんですけども、こういった感じで利用されている方はですね今後ね利用できなくなりますので、まあ、そういう方に関してはですね影響あるかなというふうに思うわけなんですけども、まあ、基本的にですね飛行機乗るのは家族旅行の時、もしくはですね一人旅という方にはですね今回の解約についてはですね影響ないかなというふうに思っております。でですね、対象路線に関しては国内線国際線ともにね適用っていう風になっておりまして、例外っていうのがありまして、国内線プレミアムクラス、またねファーストクラスを利用している便の方に関してはですね、これまでと同様に同日のフライトであればですね同伴1名の方はね利用することができるっていった形になっておりまして、今回のねラウンジ利用の規定の改定についてはですね、あくまでスターアライアンスゴールドでラウンジにね入室する場合っていう風になっておりますんで、この点をね覚えておいていただきたいなという風に思っております。それでは次にですね、対象者限定セブンイレブンで ANA カード決済するとボーナスマイルキャンペーンが来ておりますので、こちらもね簡単にね紹介していきたいなというふうに思っております。こちらの期間はですね2021年の3月1日から2021年4月30日クレジットカード決済分までっていうふうになっておりまして、こちらねエントリー必須というふうになっております。でですね、このキャンペーンについては一応ね対象者限定というふうになっておりますので、エントリーはですね ANA の公式サイトからね行うっていう風になりますんで、一応ねエントリー方法は後でね解説させていただきます。でですね、特典に関しては期間中セブンイレブンで合計4000円以上の ANA カードで決済すると通常分税込み200円につき1マイルねもらえるところがですね別に200マイルがねもらえるっていった形になっております。でですね、対象店舗は日本国内のセブンイレブンっていう風になっておりまして、一応ね対象外のねお店もあるという風になっているわけなんですけども、対象外のねお店が記載がないっていった形になっておりますんで、一応ねショッピングモール内もしくはですね商業施設に出店しているところはですね対象外になる可能性があるという風に書いてありますんで、基本的にはですね独立したねセブンイレブンで利用していただきたいなという風に思っております。でですね、決済方法に関してはクレジットカード決済というふうになっておりまして、またですね ANA の JCB カードであればクイックペイ、 ANA ビザマスターの場合はですね電子マネー ID、 こちらに関してもですね対象っていうふうになっているわけなんですけども、 ANA のアメックスのクレジットカードありますよね、こちらに関してはクイックペイになるわけなんですけども、こちらはね対象外っていうふうになりますんで、こちらね注意していただきたいなというふうに思っております。
でですね、ボーナスマイル積算時期に関しては2021年の7月下旬というふうになっておりまして、通常マイルはですね、利用から1ヶ月から2ヶ月後にね積算というふうになるわけなんですけども、ボーナスマイルに関しては2021年の7月下旬ということですので、かなりね後に付与されるというふうになっておりますので、この点はね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。それでですね、今回のキャンペーンは対象者限定というふうになっているわけなんですけども、一応エントリー方法をね解説させていただきます。エントリー自体は ANA の公式サイト PC 版でも ANA のねスマートフォンアプリでもエントリーねすることができるというふうになっておりますので、今回はね ANA の ANA マイレージクラブのねアプリで解説ねしていきたいというふうに思います。でですね、ログインしていただいてトップページからですね横にスクロールしてっていただいて、マイレージのね画面に行っていただきます。そうするとですね、右上の方にマイキャンペーンっていうのがねあると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。クリックするとですね、店頭にねこちらのキャンペーン出てくるかなっていうふうに思いますので、こちらにね表示されている方は今回のねこのセブンイレブンのキャンペーンについては対象っていう風になっております。でですね、こちらねクリックしていただいて、下の方にですね参加登録がこちらっていうのがねあるかと思いますので、そちらクリックしていただいてエントリーねしていただけたらなという風に思っております。まあ、今回のねセブンイレブンのキャンペーンについてはすごいたくさんねマイルがもらえるキャンペーンではないんですけども、まあ、コンビニストアのねセブンイレブンということでかなりね利用しやすいかなというふうに思っておりますので、普段ねセブンイレブン利用されている方はですね、ぜひねキャンペーンチェックしていただきたいなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですね、ラウンジ利用基準変更とセブンイレブンのボーナスマイルキャンペーンね解説させていただいたわけなんですけども、ラウンジ利用基準はね今回に関しては影響を受ける方ねそこまで多くないかなっていうふうに思うわけなんですけども、まあ、こういうね解約系のニュースっていうのはちょっと怖いですよね。これ以上ね解約ないといいんですけども、航空会社ねかなり厳しい状況っていうふうになりますんで、もしかしたらですねこういうのもまたあるかななんていうふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、チャイルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルなどについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、チャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。